はい、こんちゃアストロン最終回やっていきましょう。まずは技の習得からですね。今回覚えていくのは超ローリンナイト。性能見ていきましょう。消費ガッツ50、ダメージ A の40、命中 D のマイナス5、ガッツダウン B の35、クリティカル B の20となっております。もうとにもかくにもガッツダウンが超強化されてますね。 E の5から B の35までいってます。で、命中もそんなに死んでいないので実質 ACBB、 強い。はい、それでは最後の技覚えていきましょう。オクトパスナイトになります。性能見ていきましょう。消費ガッツ20、ダメージ E の2、命中 B の2、ガッツダウン B の32、クリティカル D の10となっております。もうダメージは終わってるんですけれども、ガッツダウン B の32な上にですね、使用時間も非常に長くて相手からしたらストレス極まりないです。逆上中に打たれたらもうハゲ散らかしますね。はい、それでは本編の育成終わりましたので、ここからはおまけやっていきましょうか。さあ、まずはですね、いつも通り4月の4週ということで、偶数年のレジェンドカップやっていきましょう。殿堂入りがポリトカだったので、今回は同能力でモストに挑んでいきます。クリティカルで999で締めくくることができましたが、モスト相手だとどのようになってくるか。さあ、頑張って破壊していきましょうか。それではおまけの1つ目ですね、レジェンドカップモスト戦やっていきましょう。はい、それでは対戦よろしくお願いします。能力は全く一緒ですね。力がまあ996あるんで、大ローリン当てられればモストでも結構削れるんじゃないかな。下手しいワンパンあるかもしれない。まあクリティカルありきなんですけれどもね。さあ、ただ大ローリンナイトからクリティカルが超強化されてるんで、そのクリティカルいかんなく発揮してほしいですよね。余計なところでクリティカルしっかり出しちゃったりしちゃってる道中もあったので、うん、もう相手もクリティカル出たんだったらこっちも期待できますよね。ありがたいありがたい。いやー、示してくれてるね、モストがね。さあ、これでしっかりとちょっとガッツさ開かした状態から繰り出していきたい。よし、チョロリ避けちゃえばもう OK ですね。さあ、じゃあ行くぞ行くぞ行くぞ。じゃあ、じゃあ下がらして下がらして、結局相手のガッツ溜まっちゃってんじゃん。結局相手のガッツが溜まっちゃってんじゃん。いや、もう一回やり直しだね。さあ、じゃあこのローリンローリン避けて OK。 じゃあガッツさ開いた、行くぜ。 70% 決めてほしいところ。ナイス526。うわ、足りるな。ワンパンあったんだな。てかクリティカル引け。うわ怖い。うわ怖い。会場が静まり返っております。これはアストロのあまりにも超火力すぎて、モストが何もできない状況で会場がだんまり決め込んじゃってるか。演奏隊も静かになっちゃった。さあ決めて。よし。いや、出たよ出た出た。いらねえクリティカル。もう全部思い描いてないやつになったわ。ふざけんなって。はい、もう音は消えるわ、クリティカルはいらねえとこで引くわ、なんかしょうもない確率の技被弾するわ、でなんかね思い描いていた圧勝はできなかったんですけれども、まあ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 、しっかりとね、あの KO だけはできたんで、なぜかブザビ KO で終わったんですけれども、まあまあ倒しきることができたんで、一旦おまけの第1弾はこれでよしにしたいかなと思います。さあ、それではこの後はですね、いつも通りおまけの第2弾ですね、新たな技を携えて2大陸対抗戦やっていきましょうか。また音消え音消えすぎ。今日何怖いんだけど。はい、それではおまけの第2弾2大陸対抗戦やっていこうと思うんですけれども、今回のお相手がですね、ややこしいなこれ。ハメット出てきました。ちょっと別企画でね、同時進行してて、今ハメット育ててるんで、 あれはヘメットなんですけど、ちょっとややこしいな。で、ヘメットの方でもハメットと戦う予定なんで、マジめっちゃややこしいことになっちゃったけど、まあ、せっかく出てくれたしね、丈夫さの硬さがピカイチなんでね、挑んでいきたいかなと思います。ここはですね、セーブデータ分岐してるとはいえ、能力整いきってない状態での、まあ、分岐に加えて超ローリンナイトのみを携えてきておりますので、ここはですね、超ローリンナイトでハメットにどこまで持っていけるかを見ていきましょう。それではやっていきます。2大陸対抗戦、四天王ハメット戦です。はい、対戦よろしくお願いします。能力はこんな感じになっておりますが、丈夫さ負けてますね。アストロンと名を冠しているのにもかかわらず、お相手のお腹プニプニウサギに負けております。硬いね、しかしね、991えげちいな。さあ、じゃあやっていきましょうか。
どんぐらいのヒット率なんだろう。 D のマイナス5ですが 60%。 これ長方比下げていきたいところ。直撃、まあでも大丈夫、ガッツカが早いからね。でまだねちょっとね性格調整が終わってない段階なんでね、良いもんなんすわ。 OK で逆上出ないんでねもうオクトパスナイトも取ってないんでね、もう超ローリンナイトのみでいきたいと思います。オクトパスナイトはもうね全モンスター育成し終わった後のクロウェイ杯でのお楽しみにしていきたいかなと思います。さあこれしっかり受けてさ、ガッツさ十分いこうか。いくぜ、68%決めろ。これ超絶ガッツだ、まあ、ワンパンえワンパンワンパンマジ、強いじゃん。 A の40だよ、 A の40でそんな出せちゃう、やばいねでもこれ逆上仕上げにしてガッツダウンも入ったらあんだけダメージ、まああそこまでは出ないかもしれないけど、それに近い数字が出しつつガッツは70取れちゃうんでしょこれオクトパスナイトいるかしらそのレベルでいかちいな。ダメージ取りつつガッツダウンも強烈だからね、なんかオクトパスナイトがちょっと影に隠れてしまいそうですけれども、まあ、3枚では超優秀技なんでね、取っても全然いい技ですからね。はい、大丈夫でございますよ。はい、ということでね、無事に、おまけの第2弾もですねやっていたわけなんですけれども、まあクリティカル引き切ってまさかのもう丈夫さの鬼ヘメットハメットをですねワンパンすることができてちょっとびっくりしてるんですけれども、まあ、素晴らしい結果で終えることができたんで文句なしかなと思います。それではここからはですねいつも通り最終パラメータへ電動リオポーズ見ていくまとめ感想やっていきましょうか。あ、ピラトー君出てきたさあ、お相手ゴーレムですねなんだ相手ゴーレム三兄弟じゃねえか。ちょっともうどうでもいいおまけなんだけど、まあね我が、まあ、兄弟と言っても過言ではないピラトーがねどれだけ頑張れるかちょっと見ていきましょうか。ゴーレム相手にやっつけられんのかね、火力出んのかね、あんたやってくれんの、高熱だって相手すごい名前だよ焼かれちゃうよ、ゴーレムだけど焼かれちゃうよ。さあサスベインはゴレゴン倒しましたよ。さあピラトーやれるのか、やるじゃん、完封まさかの完封いや我が兄弟がゴーレムを完封したんだったら、なんか S ランクの代表もたまたまゴーレムグマシンさんだから我々も答えるしかねえよな。さあ芝は頑張れるのか、さあこっち IMA 全勝か、何しようねお前。さあじゃあピラトーに答えて俺たちも行くぜ、くらえ、よし見たか我が兄弟、これが王者だ。はい、7歳の2月3週をもちましてアストロン寿命が来てしまいましたのでここで育成終了となります。それではここからはですねいつも通り最終パラメーターや電動りのポーズ見ていくまとめ感想やっていきましょう。はい、それではやってきましたモンスターファーム2、全種族全力で殿堂入りシーズン2第19弾ナイトン編ということで、初期値最弱ナイトンがどこまで強くなったのか見ていただきましょう。このような感じで終わっております、ズドン。はい、こんな感じですね。いやーめっちゃ強くなったよ、とてつもないバケモンができたんだけど、個人的にはですよめちゃくちゃ悔しいですね。いやーこれね届いたのかな、80時間ぐらいかかったんですけれども、まあ傑作ですよ、80時間かかってるんでね傑作ではあるんですけれども、もうちょい伸ばしきりたかったなっていう気持ちが正直ありますね。まあただむちゃくちゃ強いです。初期値あそこから適正うんちでここまで持ってこれたので基本的には文句のつけようがないんですけれども、どうせならねオール999の世界を見てみたかったなっていう気持ちはありますね。やはり後半の性格調整が非常に足を引っ張りました、めちゃくちゃきつかったです。はい、でここもですねなんかもう滑り込み感ちょっと惜しい感が否めないんですよね。中精度は99、体型マイナス2、そして良い悪はマイナス55なんですよね。ここもねちょっとなんかいろいろ足りてない、いや本当にね難しいわナイトン、ここ全部整え切ろうとしたらね能力が多分100近くぐらい減衰したんじゃないかなって思うと、うわもうどっち取ろうみたいに悩んだ結果こっちをですね形として保ててる、まあ、完璧なラインではない、形としてまともに保ててるラインで能力もしっかりと維持するという形で、着地させてしまいました。まあ完璧な調整ではないんですけれども、ほぼ足を引っ張ることはありません。
はい、で技ですね。技自体はしっかりと間に合わせることができました。もう4枚のねローリンナイトシリーズしっかり取ることができましたし、まあここがミソですよね。まあ入っての炭なんですけれども、まあ悪技オクトパスナイトをきっちりと、悪化させることによって取ることができました。まあ逆上の方がですねナイトンは圧倒的に相性がいいので、まあここはしっかりとね激悪調整したかったんですけれども、ちょっと後半の育成の大変さが出てしまって悪マイナス55というなんともね中途半端な結果にはなったんですけれども、それでもね逆上は出るんで、まあしっかりと逆上生かしてね、あの他モンスター蹂躙してオクトパスナイトや、まあ超ローリンナイトのねガッツダウンとか見ていただいたと思いますが、そういったところを与えつつ暴れていただけたら嬉しいなと思います。はい、そんな感じの各種情報でございました。まあ個人的でちょっとね悔しい部分が残っているんですけれども、まあこの縛りのルール上、まあナイトンという厳しいモンスターの使用上ね仕方がない部分ではあるんですけれども、まあまあまあでもねパッと見はバケモンですよ。むちゃくちゃ強いです。80時間かかってるんでね、まあ、それ相応の能力には、なったんじゃないかなと思っております。はい、じゃあここからは殿堂入りのポーズ見ていきましょうか。さあ何になってってるんだろう。さすがに使い込みがあれだから空にこもるでしょもう何かわかんただ引きこもってるだけローリンナイトですよね。それはそう、あ大ローリンではないですね、まあ、ローリンナイトなんだ。まあ大ローリンだと針が出てるのかな、まあその辺の違いなのかなと思いますが、いやー何これ。はい、いかがだったでしょうか。モンスターファーム2全種族全力で殿堂入りシーズン2第19弾ナイトン編ということでやっていきました。初期値最弱のねめちゃくちゃ地獄のモンスターだったんですけれども、まあ、しっかりと時間をかけて向き合ってやることで他モンスターに遜色のないバケモンに仕上げることができたんじゃないかなと思います。まあね何百回も言ってるんですけど、まあ、ちょっと惜しい部分がねちらほらあるので、まあまあこの後のねモンスターたちにその経験生かしてやれたらいいかなと思いつつ、あとね一個気になってたのが、あのアストロンって名前なのに丈夫さがね回避より低いんだよねこれいかにはい、まあまあしっかりとバケモンを作ることができました。全力という名にふさわしい仕上がりではあったと思いますが、まあアストロンで出てしまった反省点は次回のモンスターたちに生かしつつ次回も全力育成やっていきたいと思います。さあ次回はキリオク第20弾になってきます。何のモンスターを育てるのか、またぜひとも楽しみにしてやってください。はい、それでは終わっていきましょう。今回の動画面白かった、うわナイトン編マジでお疲れ様でした。初期の地獄からは考えられないぐらい強くなって感動した。ちょっと惜しい部分があって反省しているようだけれども十分強いぞ。でもまあ反省してるんだったら次回頑張ってくれよなって方は高評価、今後もこの動画このシリーズこのチャンネル気になる方はチャンネル登録もして応援していただけますと動画制作の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の全種族全力で殿堂入りシーズン2でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。